やってきました。ミンミンラーメンと中華のお店。こちらね、静岡県焼津市にあります。なんとなんとこちらのお店朝6時からやってるということでね、今日はね6時30分にやってきました。まだねお客さんは入ってない様子。営業中。営業時間はね朝6時から昼1時25分頃までっていうことです。メニューはね、麻婆飯、中華飯、天津飯、焼きそば、味噌ラーメン、塩ラーメン、醤油ラーメン、餃子ってなってまして、メニューの中にはいろいろあると思います。さあどんな感じでしょう。ほらこんな感じね、ラーメンと中華のお店。さあそれでは店内行ってきます。おはようございます。はい、店内入ってきました。テーブルの席があって、広めのテーブルね。しかもなんていうかな、すごくね座り心地がいいテーブルです。そしてほらカウンターがあります。カウンターはね L 字になってますね。カウンターのね椅子がね昭和のスナックを思わせるような素敵な椅子でございます。はい、それではメニューを見ていきます。メニューはね、ラーメン、塩ラーメン、味噌ラーメン、タンメン、野菜ラーメン、もやしラーメン。あ、もやしラーメンってあれか、あんかけサンマーメンってことか。サンマーメンってね、確か横浜発祥のラーメンだったような気がするな。あんかけラーメンね。焼き豚麺、カニ玉麺、とろろラーメン、焼きそば、揚げ焼きそばに冷たいラーメン、冷やし中華もあります。そして半チャーハン350円、チャーハンが500円。あ、中華飯もある。野菜あんかけね。天津飯もあります。甘酢あんかけ、麻婆飯、ライス、野菜炒め、餃子、おピータンなんかもあるね。カニ玉に焼き豚、麻婆豆腐、ビール日本酒、焼酎ということです。日替わり定食もあるね、800円で平日のみ。今日はね平日じゃないんで日替わり定食ありません、残念。ということでね、メニューはねこんな感じでございます。さあ何頼もう。今日はね、まあせっかくなんでね、僕はサンマーメン、あんかけラーメンが好きなんで、もやしラーメンの650円、こちらを食べたいと思います。あとはね、何しようかな、チャーハン頼みます。半チャーハンじゃなくてね、普通のチャーハンね。あとは餃子ですね。はい、餃子400円、こちらを頼んでみたいと思います。ラーメン、チャーハン、餃子、トリプルセットでございます。注文は以上です。セットがね、小皿に茶碗にお皿、鶏皿がね置いてあるお店ってすごくいいよね。そして唐辛子に胡椒、七味に味塩、ラー油に醤油みたいな感じでセットがあります。ね、昭和を感じる店内。店主さんはね年配の方です。古き良き時代のお店っていう感じ。こういうお店はね最高にいいです。長く続けてほしいと思います。はい、来たよ、ほらこちらがサンマーメンね、もやしラーメン、あとはチャーハン普通盛り。それではいただきます。お、ネギがついてるね。僕はねこのねサンマーメンね、このねトロトロの部分をねちょっと別皿に。こんな感じちょっと取っていきます。いただきます。トロトロにねあんが余った野菜からいただきます。ラーメンはどうかな。
ラーメンは昔ながら系、なんかね、だしの効いたスープって感じ、うまいです。お母さんがね、優しそうなお母さんがね、階段から降りてきましたけどね、今火事が終わって来たのかな。お父さんもね、すごく優しい人、ちょっと話したらね、すごく優しくてね、 YouTube の話とかね、まあいろいろパソコンを使ってね、なんかハイテクなお父さんでした。料理の提供時間もめっちゃ早い。あ、すいませんね、お邪魔してます、すいません。あ、まあ YouTuber って言うほどじゃないですけど、ちょっとやってますんで、すいません。ほら、餃子も来たよ、美味しそうな焼き方。焼き目がすごいですよ、ほら、見てこの餃子。食べやすい。僕はね、好きです、こういう味のラーメン。町中華のラーメンって感じ。もやしラーメン完食。続きまして、チャーハン。いただきます。美味しいチャーハン。チャーハン、優しい味のチャーハンで美味しい。さあ、ここに先ほど最初に取っておいたあんかけ野菜ぶっかけます。サンマーチャーハンできました。うまそう。これ絶対うまいじゃん、これ。いただきます。うん、まっ、完璧、めちゃうま、なんかチャーハンもね、このあんかけもね、若干ね、和風っぽさがね、ある感じがあるんで、組み合わせ抜群、本当においしい。さあ、餃子食べます。まずはそのまま、若干薄味か、でも美味しい、食べやすい。一つがやや大きいね。はい、醤油、餃子のタレか。はい、餃子のタレをつけてね。あ、酢があった。はい、餃子のタレつけて、うまい。1個が大きい、ラーメンね、大盛りにしなかったけど結構長溜まってます。餃子ラス、うまい、ボリュームがすごい。これはね、傑作。こういうメニューがあってもいいかも。はい、完食。ごちそうさまでした。いやー、美味しかった。お腹いっぱい。もうね、とにかくね、まあ、ご主人さんと奥さんがね、めちゃくちゃいい人、超優しい方でね、なんかね、懐かしさがあって、すごく落ち着いた雰囲気で、いやー、なんか良かったな、本当に。なんか初めて来たけど、ふるさとに帰ってきたみたいなね、そんな温かみを感じました。すごくいいお店でした。ということでね、本日は静岡県焼津市にありますね、みんみんさんからでした。バイバイ。